我々の日本語のクラスっていうのは4つのスキル要するに聞くそれから話す。 読み書きこれを全部あの網羅していくあのコースなんですけれども、えー、クラスでのアクティビティっていうのはやはり、えー、聞くののそれから話すのに集中しとい,いうのはですね、まあ、MIT で日本語を話せる機会っていうのは、えー、クラスにかなり限られてしまうということで最、えー、も,もそのクラスの時間を有儀に使うというのでリスニングそれからスピーキングに、えー、クラスの時間が費やされます。 読み書きなんですけれども書く方はまあ宿題でもってその書く練習をさせるとか読みの方はですね書レッスンで1時間ほどその読みのクラスを作ってますでそこでもってその確実に学生が漢字が読めるようにしてくることを確認しているという状況です。